ジョルジェラ・キッチは、ユーゴスラビア・クラグ・イエバツ出身のサッカー選手。カラマタ FC 所属。ポジションはフォワード。ベオグラードの小クラブでキャリアをスタート。20歳で、セルビア・スーペルリーガに属するローック・ベオグラードに移籍。運動量豊富なフォワードとして、レギュラーに定着する。2007年夏に、オーストリア・ブンデスリーガに属する、レッドブル・ザルツブルクへ移籍。 同クラブでの試合出場10試合目となる2007年12月15日の SK シュトゥルムグラーツ戦でオーストリアブンデスリーガでの初ゴールを記録した。しかしスタメンの座を得ることができず、コーアドリアンセ監督の元戦力外となったことから2008年8月にセリーエ A に所属するレッチーナカルチョにレンタル移籍をした。2009年7月1日にレンタル期間満了により復帰。 2009から10シーズンはアマチュアチームが主戦場となる。2010年2月にドイツブンデスリーが2部の TSV1860 ミュンヘンへレンタル移籍。2010年8月からは完全移籍。2012年11月、負傷したアフォンソ・アウベスの代役としてカタールスターズリーグに属するアル・ガラファと3ヶ月間の契約を結んだ。 セルビア U-21 代表に選出され、2006年にポルトガルで開催された UEFAU-21 欧州選手権と2007年にオランダで開催された UEFAU-21 欧州選手権にレギュラーとして出場 UEFAU-21 欧州選手権2007では準優勝を果たしている。セルビア U-21 代表及び セルビアオリンピック代表での活躍によりヨーロッパの各クラブのスカウトの間でも名が知られるようになった。ありがとうございます。